皆さんこんにちは。アローハー。ハワイ在住19年の南です。いつもご視聴ありがとうございます。1年前にハワイのパン屋さんベスト5という動画をアップしました。私は自他ともに認めるパンマニア。新しいパン屋さんを見つけると必ずどんなセレクションかチェックします。今日は年末から今年にかけてオープンしたベーカリーを3つご紹介。さて、私好みの美味しそうなパンは見つかるでしょうか。最後までぜひご覧ください。ハレクラニホテルの目の前、ハレプナホテル1階にあるハレクラニベーカリーさんはパンデミック中クローズしていましたが、2022年12月22日待望の再オープンとなりました。ハレクラニベーカリーさんはワイキキのホテル内では唯一ホテル館内にあるベーカリー工場で毎朝焼き上げていて、オープンと同時に新鮮なパンが並びます。日本の帝国ホテル東京よりヘッドベーカーの玉木氏が着任しています。いくつか人気ペーストリーをご紹介しましょう。以前より大人気ソルテッドキャラメルクロワッサン。アメリカ本土で人気のエブリシングベーグルからヒントを得たエブリシングクロワッサン、インスタ映えで人気のマンゴークイニーアマン、そして私が一番好きなチョコレートクロワッサン。どれもこれも美味しそうで迷ってしまいます。マンゴーブルーベリーマフィンは十数年の月日を経て完成したそうですよ。かわいい小瓶に入ったアソートジャムはお土産にいいですね。サンドイッチやケーキも売っています。ハレクラニのシグネチャーココナッツケーキも買えます。店内のカウンターにて座って食べることができますが、お店の外にもテーブルがあります。チョコレートクロワッサンとリリコイマンゴークロワッサンを食べてみます。聞こえますか？焼きたてサクサクの音。中はチョコレートクリームが練り込んであってビターチョコが入ってます。おいしい。サクサク、はい、次はマンゴーのとリリコイクリームが入ったパンです。こんな感じでクリームが入ってます。食べてみます。リリコイの爽やかなクリームが本当に美味しいです。皆さんもぜひホテルで焼き上げる美味しいパンを味わってみてくださいね。次にご紹介するのは2月10日にオープンしたばかりのベーカリーカフェ。ワイキキの中心バンクオブハワイのビル1階にあります。ソフトオープン中なのでまだ全てのペーストリーが揃っていませんでしたが、バターの甘い香りと香ばしい焼きたてパンの香りが店内に広がっていました。日本のパン屋さんのイメージとは違い、アメリカのカフェにあるようなペーストリー各種、クロワッサンサンドイッチやオープンサンドイッチもありました。その他にバケットサンドイッチやティラミスやワッフルデザート、アサイボールなどもあるそうです。お値段はスターバックスやヴィンテージカフェと同じぐらい。店内でクロワッサンサンドイッチを食べてみることにしました。ふわふわ卵とハム、トマト、野菜が挟んであります。こちらが断面図。めちゃくちゃ美味しいです。焼きたてのクロワッサンがサクサクで、ふ
ふわふわ卵と塩気の効いたハムとの相性がバッチリ。広々とした店内、テーブルと椅子も可愛いです。そしてお店の看板メニューは手作りフレッシュ18種類のジェラートです。出来たてほやほやのジェラートを試食させてもらいました。カプチーノ、マカデミアナッツ、抹茶グリーンティー、どれも甘さ控えめで美味しかったです。ホームメイドフレッシュジェラートは1スクープ5ドル、とっても食べやすくて美味しかったですよ。アメリカ本土で大人気の台湾系ベーカリーカフェ85ディグリーは2022年11月18日にアラモアナにグランドオープンしました。入り口すぐ左にはドリンクオーダーカウンター、注文したドリンクはこのカウンターで受け取りです。店内右奥はカフェスペース、買ったパンを座って食べることができます。そしてこちらが25種類あると言われているペーストリー。何が驚きかってその安さ、ほとんどのパンは3ドル以下、しかも物価高のハワイで、しかもアラモアナセンターで。台湾系のパンは生地がふわふわ柔らかいものが多いですよね。食パンもありました。きっとふわふわだと思います。こちらはケーキコーナー、たくさん種類がありますね。受賞歴のあるパティシエが作っているそうですよ。私はパンの次にケーキマニアなので、次回はケーキ特集第2弾をやりたいです。ちなみに1年前にアップした動画はこちら、よかったら見てくださいね。新しくオープンといえば、元ワイキキ横丁もスティックスに生まれ変わりましたね。オープニングイベントの様子はポケットハワイさんのチャンネルや他の YouTuber さんがご紹介してくれていますので、私は別の機会に撮影に行きたいと思います。今日の動画はいかがでしたか？ハワイは新しいお店がどんどんオープンして活気が戻ってきました。また皆さんに新しいお店を紹介したいと思います。今日も最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録とグッドボタン、そして皆さんのコメントを待ってます。また次回の動画でお会いしましょう。良い週末をお過ごしください。 Have a nice weekend. Mahalo. Bye bye. Compared to your life.